こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアノチでーす。さあ、今日一緒に勉強したいと思った曲はバンプオブチキンの七色でーす。手探りで今日の歩く今日の僕が、あの日見た虹を探す今日の僕を、疑ってしまう時は教えるよ、あの時の心イエーイ。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。バンプオブチキンは4人のバンドです。事務所はロングペローと、ラベルはトイズペトリです。1996年から活動始まりました。ボカルとギターの藤原元さん、ベースの直井義文さん、ギターの増川博明さん、ドラムの増井秀夫さんがいますよね。その4人が全部千葉県の佐倉市出身で、うん、同じ幼稚園出身で、地元の実家の友達で、中学生の時学祭に出るためにバンドを作りましたよね。その時は増さんと直井さんと藤原さん3人ともう1人の4人で始まりましたけど、そのバンドの名前ってハゲバンドでした。ハゲバンドヒゲダンじゃなくてハゲで、それですね。高校生の時からヒロアキさんが入ってこの4人になりましたよ。いきます。はい、はい。제가버스타는거진짜좋아하거든요근데확실히지하철보단버스가좋지약간풍경보면맞아요맞아요풍경볼수있었어요사람구경이라는말을전처음들었어요버스타고사람구경하는애들도꽤있더라고요아진짜너무예쁘다도쿄에약간버스별로없잖아요탈게난많이타고갈때거이소리되게좋은거같아우와맞아요이가사가좀눈에보이더라고요되게뮤직비디오보면막엄청떨어지더라고요한참떨어지더라고요지금떨어진거어떻게찍었을까 근데진짜약간범퍼오브치킨만의그색깔이있는것같아이발음이어서힘을주는느낌이라고해야되나의외로되게팬들이귀엽다는반응이많아요초반부터약간음악이나가사나그치그런것도귀엽고라이브때그렇게끼를부르신다나우이상이그런무드를잘잡아줘요バンド의무드とか분위기의단토다って書いてます確かに歌詞からなんか可愛いイメージがちょっと多いです韓国で言うと반짝반짝とか솔깃솔깃とか団子はあんまり大人の曲とかで使わないのになんかボンボブチキンは使ってなんか可愛いなと思った반짝반짝눈이부셔 No 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 そうですねあみんなありますすいませんでした日本ではこういうジャンルっていうかこういうスタイルの曲を、うん、と透明感がある曲を綺麗な曲っていう言い方で呼びますんでそこに合わせてそう歌詞もまあキラキラとか出てるんじゃないかと思います、うん、あと歌詞的に息するところもあんまなくて伝えたいメロが本当に多かったんじゃないかなと思います確かに。よく晴れた朝はその後に一人ぶちになって、なんか歌詞見るとなんか成功して頑張ってなんか全力にいたのに隣に誰もいない、うん、表現は子供みたいの詩だけど内容は大人感じっぽいにあってなんか歌詞本当にいいなとなんか思いました。めっちゃ재밌을것 같아저거어아저못할것같아난절대못해어떻게찍었을까근데원래진짜떨어지면저거가더심하지않아요막얼굴막으볼다다다다다여기만그런거싶어안돼저기저희음악리뷰거든요음악좀집중좀해주시겠어요네 아난이부분이너무멋있어
ストリングスも入っててアコギも結構入ってて、うん、エレキも入ってるのにエレキ3個ぐらいあったらもうちょっとなんていうフルな感じだと思いますけど、それをわざと入れてない感じだと思います。歌詞のメッセージに集中してくださいっていう意図だと思います。刺激的じゃない音楽をなんか久しぶりに聴いて、なんかだからもっとちょっと違う意味で綺麗な感じを感じました。炭酸水を飲んだ時みたいになんか清涼感とか、清涼感の、そうそう、さっきが簡単に弾く代わりにバックトラックとかいろいろ映像の効果を使って目と身が楽しめる音楽を作るのが、バンポップチキンはギターとベースをチューニングの時に半音を下げてチューニングするんだって、それがなんかバンポップチキンの色だったって。全曲じゃないけどね、ちょっと落ち着いている感じと、なんかそれリラックスな感じができるようになる。이부분있잖아떠올리면외로운데떠올릴수없으면또외로워뭐가있을까막계속생각을하게되더라고이가사에서그러니까둘이저는물방울같은느낌물방울이가벼우면떨어지지못하니까둘이만나야지착륙을할수있는그런느낌이라생각이들더라고아이부분의가사도너무많이와닿긴하더라고星はいつでもキラキラしているんだけど、昼の時は明るいからそれが見えないじゃん、でも頑張って大丈夫だよ、あなたは今もキラキラしているよ、昼だからちょっとだけ見えないだけのその意味だって、なんか心がめちゃくちゃ温かいになった、その歌詞に見て。他の曲でもなんか歌詞が物語みたい、それもなんかバンプの色じゃないかな、なんか歌詞に集中してみたらもっといいかなと思いました。めっちゃ聞きやすい。え、てか俺食べてよ。なんちゃったら。いろんな가사하나하나、단어하나하나선택이난너무예쁜。なんか、너무예쁜단어들만。이거배경도있고。이렇게선택하려면아마생각도아마엄청바르고예쁠것같아。이사람이。그악기소리들도전체적으로너무예쁘고。고등학교중퇴하셨더라고요음악하기위해서음악을더진도있게하기위해서나는이제학교그만두겠어그래서지금 후지와라상보통밴드에잘안쓰이는악기죠피콜로야이게今鳴ってた楽器がトランペットとピコーロなんですけど、名前が得意です。珍しいですよね。ドラゴンボールの緑のやつ。高いのがピコーロで、弾き慣れてる方がトランペットなんですけど、二人で対話するみたいな。MV でもなんか抱きしめてこういう感じだから、そういう感じを表現したんじゃないかなと思います。でも可愛いね。大きかった教えていることを教えるよとなんか言うがかっこよかった。이제내려갈수있는그렇게헤매다가둘이만나서적당한무게가돼서이제내려갈수있는저구름들도다헤매고있는거같아요결국얼마나내려가고싶었을까 내가알려줄게이야기하는그마음이난너무따뜻하고너무좋아멋있고색깔도진짜너무예쁘잖아진짜이게좋게예쁘게반짝이면서가자끝났어아
저 물방울 보면서 버스 타면서 그 생각을 한 것 같아요. 너도 엄청 헤매다가 내려왔구나. 롱 헬로. どうでしたか？メッセージを大事にして、それを伝えるためにいろいろアレンジとか作詞とか作曲をしてる、本当にメッセージ第一っていうバンドだと思います。空いていることで魅力をちゃんと見せたと思います。なんか韓国語でも呼べげみっていう感覚もあるし、ちなみに一人ではできないことが二人が合わせてやっと到着できたこと、こんなメッセージも綺麗し、なんか可愛いし、めっちゃ勉強になりました。タイトルが七色って虹が出るかなと思いましたけど、全然出なく、なんか見る人の心に虹が描けるようにしたかなと思いました。そういうなんか温かくなった気持ちがちょっと見えるように、虹で表現できるようになりましたと思います。14に出たレイっていう曲も、ライブの映像を見ると後ろの背景、それといろんな音が混ぜてるのをちょっと確認できるんですよね。この曲もどんな形でなるのかがちょっと気になって、ライブはちょっと行きたいんですよ。最後になんか雨が降るじゃん。僕のイメージは雨が降ったらその日はなんか大変な、なんか疲れる日とかなんか言うんだけど、次の日には絶対よく晴れるから、今日は大変でも我慢して、明日は晴れて虹も見えるから、いや楽しみして明日も行きましょうの感じで、めちゃくちゃいい感じになりました。これからも一緒に勉強したい方々は登録、いいね、アラーム設定よろしくお願いします。今週も見てくれてありがとうございます。